皆さんこんにちは、しほです。今日はですね、ちょっとりみちゃんにドッキリを仕掛けていこうと思います。画面見えるかあんまちょっとね、拍手はできないんだけど。ということでね、今日はどんなドッキリを仕掛けるのかというと、キキアイスですね、簡単に言うと。あのですね、まずアイスの味当てをするよって言って、目隠しとアイスをね、並べてりみちゃんに見せます。でりみちゃんに目隠しをさせた後に、ちょっとね、アイスをね、味を当ててっていうことを伝えて、アイスの味を当てていただくんですけど、ちょっとね、そのアイスを全部スーパーカップに変えようと思います。いやー、それでりみちゃんがもう多分ね、5、6個あるんですけど、あれ7個ぐらいかな、でも5、6個ぐらいあるんですけど、このアイスをね、5回全部スーパーカップをね、口の中に運んで、りみちゃんね、どんな答え方をするのか。あれ？これスーパーカップジレ全部っていうのかな？もう普通に、あ、これソフだな、あ、これスーパーカップ、あ、これハーゲンダッツっていうのか、ちょっとね、反応を見ていきたいと思います。ということで、もう撮っちゃってるんで、ちょっと動画、早速そちらを見ていただこうと思います。どうぞ。みなさん、こんにちは。しほりみチャンネルのしほと、りみです。はい、ということで、今回ですね、今回はね、キキアイスをやっていきたいと思います。キキアイスって何？そう、キキアイスがわからない人に今回説明するんですけど、キキアイスとは、目隠しをしてね、簡単に言うと、目隠しをして、アイスの味を当てるっていうゲームです。ゲームって言っても、あれかな。とりあえず目隠しをして、今ここにあるね、バニラのアイスたちを、味をね、当てる、そんなむずいゲームでございます。なので、まずりみちゃんも味を確認しないといけない。そうだよね、大丈夫だよ、全部食べて一口ずつ。大丈夫だよ。え、もう覚えてるの？そんなにアイス食べてたっけ？え、りみ、バニラが食べなくない？大丈夫？俺は食べたことない。ほら、じゃあ味見しないといけないじゃん。とりあえず全種類食べて、味を覚えてね、味を覚えて、その後目隠しして、しーちゃんにこう入れられたアイスを当てるってゲームです。はい、楽しみですか？当てられる自信あります？もう自信しかないですか？自信に満ち溢れてる。この言葉はさ、もう大丈夫だよとか、この言葉はもう絶対自信に溢れてるから、うん、そうだよね、もう食べなくてもいいとか言ってるってやばくない？ウケるよね。うん。はい、ということでね、目隠し持ってきましたので、早速ね、りみちゃんには味を覚えてください。そうだね、まずそこからだね。じゃあ全部のアイスをりみちゃん覚えてください。はい、始めます。まず一つ目の、あ、エントリーナンバーはモーでございます。もう開けてるし、すごい、かわいい、かわいいよね。はい、モーですね。もっと少なめにするか。いや、さすがにそれぐらい食べないと分かんなくない？もうです、これが。お、覚えてない味。オッケー。どう？おいしい？おいしい。おいしい。そりゃおいしいよね。そりゃおいしい。エントリーナンバー2。そうでも。そうね。もうとそうと似てるよ。あ、これの裏技ね。こっからこう開けるとね、うん、全部剥がれるって。裏技。私はここから開けるんだけど。あ、知っててもそこから開けるの？私はね。あ、これ柔らかい、こっちもこっちで。ちょっと覚えましたか？どう？ OK。 おー、いい感じですね。さすがですよ。エントリーナンバー3。そう、ソフです。ソフだ。ソフかな。ソフです。ソフね。ソフです。ややこしい。ママまでややこしくなってどうすんの？リミが余計ややこしくなるよ。そうだね。これ私ね、このカップの時から好きで、当時カップの時から好きで、久々に見たらさ、カップじゃなくなっててびっくりしたんよね。ね、カップって何？カップ時代があったの。こういうカチャって開くやつが。その時もその時で美味しかったけど、私だから今どんな味かわからない。味は変わってないのか。なんかふわふわしてる感じだね、見るからで。イメージがふわふわ。美味しいよ。どうも。じゃあ。これ美味しいよね。どう、美味しい？
美味しいでしょ。美味しい。どう？違う、やっぱり味。違う。すごい。次かっかこっちちょっとお菓子に見えた。めっちゃ美味しいよね。わかんない、あんま覚えてる。お薬なんです。私ね、そう、そんな好きじゃないの、私。へぇ、苦手なの。そうの方が好き。そう、シャリシャリしてるよね、なんか。私、シャリシャリが苦手。あ、そっかそっか、かき氷嫌いだもんね。なんかスーパーカップって感じだけどさ、だんだんここのさ、カップずっと持ってるからさ、手が超冷たいんだけど。そっか、やばくない？手が冷たい。冷たい。冷たい。スーパーカップいつも食べてるしね、これぐらいで大丈夫ですよ。はい、いつも食べてるもんね、リミ。味混ざってもいいのかい？どう？普通だね。いつも食べてるもんね。はい、次。あ、エントリーナンバー次は5か。5。レディーボーデンです。でかっ。これね、おっきいよね。おっきい。おっきいやつがいいよね。ね。うわ、たっぷり。やばい！おいしそう！大量量。しちゃう。あ、めっちゃ柔らかい。溶けちゃったかな。え、めっちゃ冷たいのにめっちゃ柔らかい。もういっか。でかいから溶けやすいかな。ちょっとすぎじゃないそれ。どうすか。これじゃん。え、味が似てる。あら、これわからないですね、リミちゃん。もう一回。もう一口欲しいじゃん。ちょっとないな。ケチだよ、リミちゃん。ちょっと待ってね。もっとたっぷりよね。それはダメすぎ。それはダメすぎ。食べなさい。ちょっとでいいよ、ちょっとで。え、そんなちょっとでいいの？どう？どう？しーちゃんが食べちゃうの、これ。うめえ。いいよ。エントリーナンバー6。クーリッシュ。どうやって食べんのそれ。これはですね、スプーンに出す。スプーンに出します。なるほど。冷たっ。ちょっと待って、やばい、霜焼けしそう。霜焼け。冷たっ。はい、どうぞ。ジュースみたい。はい、どうぞ。どう、クーリッシュ。でもクーリッシュいつもリミ食べてるもんね。大丈夫じゃん。確かに。オッケー。じゃあラスト。ラスト、ハーゲンダッツ。ハーゲンダッツ。あまり我が家で食べないやつです。ハーゲンダッツはちょっと。とりあえず。どうすか？美味しいですか？先輩、美味しいですか？はぁ、よかったです。じゃあこれで終わりにしますね。はい。ちゃんと見えないようにね。あ、ちょっとちゃんと、その前髪がさ、ウケるようなけど。落ちてこない？大丈夫？うん、ないな。大丈夫だね。見えてなさそう。見えてない？うん。はい、やっていくよ。それではいい風でいただきます。じゃあまず1個目のアイスね。どうする？もう結構食べたい？ちょっとでいっか。いっぱい。はい、いいよ。よっしゃ。あ、合わせて。一つ目です。クリッシュ。じゃあママがメモっとくね。クリッシュ、クリッシュ、クリッシュ。はい。待ってね。1。すごいじゃん、リミ。すごい自信よね。じゃあ2番目。2番目、いかせていただきます。はい。よし、じゃあリミ合わせて。どう？次は何だい？当ててごらんなさい。あの四角いやつ。そう？そう。そうですね。了解了解。そうですね。はい、じゃあ次3個目いきます。3個目いいですか？よし、これですよ。カメラの皆さん、これですよ。これですからね。じゃあ、はい、合わせてください。さあ、3つ目だっけ。3つ目です。3つ目は何でしょうか？なんか、あの、変な紙に
入ってたやつ。なんか変な紙に入ってたやつ。あ、もう。そう。もうですね。はい。よし、じゃあ4つ目ですよ。4つ目ですよ。4つ目いきます。はい、回して。4つだよね。4つ目だよ。4つ目です。はい、どう？大きいやつ。おー、レディーポーデンですね。ママがさ、なんかさ、生きってさ、レディーポーデンとか言ってたやつ。そう。次、いきますか。いいですか、リミちゃん、どんどんいっちゃって。これ面白いね。5個目です。こちらのアイスですよ。いいですか、皆さん、はい、これです。これですよ。はい、いただきましょう。いただきますじゃないわ。いただきます。一応。はい。はい。ハーゲンダッツ。おー。ハーゲンダッツ。今出てないのは、祖父とスーパーカップルってからね。さあ、ゆみちゃん、当てられるのでしょうか。はい、ラッコメフェス。これですよ。これです。これですよ。これです。はい、いきまーす。はい。どっち？スーパーカップ。おー、スーパーカップ。うん、なんか一瞬なんかさ、いつもより即答じゃなくなかった。ちょっと曲がったよね。うん、ちょっと悩んだよね。悩んだね。珍しく。なんか祖父苦手とか言ってたしね、リミ。あー、薬の味しなかったのかな、じゃあ。そうかもね。はい、じゃあ次最後だね。最後。最後一応食べとく？やめとく？どうする？もう最後終わっちゃったけど、もう全部答えちゃったから祖父しかないんだけど、食べるのやめとく。食べる。じゃあラストもこれです。はい、いきます。どう？薬した？わかんない。しないか。やっぱ 目見えないと。じゃあ間違ってたのかな、どっかで。リミ、いや、わかんない。まだだよ、リミちゃん。はい、ということで終わりました。終わりましたね、これは。はい、リミちゃんにはね、一回目隠しを取っていただきたいと思います。いいですよね。 OK です。うん、答え合わせしていきますか。結果発表やってまいりましたよ、結果発表。ということでね、りみちゃんが選んだのはこんな感じになってますね。1から7まで。さあ、りみちゃんのは合ってるのでしょうか。じゃあまずもう1からいっちゃう。うん、じゃありみちゃんが1に選んだのね、クーリッシュだったんですけど、本当はチャラララララララ、ダン、うん、スーパーカップでした。スーパーカップでした。はい、じゃあ2個目ね。はい、2個目はリミちゃんはそうって答えてたんですけど、はい、2個目のアイスはじゃらららら、なん、スーパーカップでした。あれじゃあもう3つ目いきますね。はい、3つ目、リミちゃんはもうって答えたんですけど、3つ目の答えはスーパーカップでした。あれリミちゃん大丈夫？味覚大丈夫かな？ね、じゃあリミちゃん、なんかスパスパ答えてたけどね。リミちゃん、でも、もう分かったと思うけど、うん、と言っちゃうね。うん、4つ目がレディーボーデンって答えたんですけど、4つ目はじゃらららら、スーパーカップでした。食べてみ、全然違うから。次、じゃあ次に、ごめん、ハゲナッツって答えたんですけど、本当はじゃらららら、スーパーカップでした。で、次は5個目は、6個目か、6個目はスーパーカップって答えたんですけど、これも正解ですよ。うん、でも元々これしか食べ出せないんだけどね。7個目から余ったのでソフだったんですけど、これもスーパーカップです。みんな、もう分かりましたか？実はこれですね、普通の気合いじゃなくて、ね、普通にそれも面白くないかなと思ったんで、今日はドッキリとしてやってみました。もし聞きアイスのアイスが全部同じだったら、そうです、
リミちゃんは気づくのか気づかないのか。全然気づかないね。めっちゃ普通に。クリッシュクリッシュクリッシュ。めっちゃ普通に答えてたよね。ポン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 。めっちゃそうでさ、びっくりしたよね。うん、見事引っかかってくれました。はい。ということで。ドッキリ大成功。ドッキリ大成功だねこれ。大成功でございます。ということでエミちゃん、引っかかった感想は？姉をぶち殺しやる。でしょ。怖い怖い怖い。でしょ。悔しい。うざい。うざい。出た。うざい。うざい。出ました。今後なんか復習するとかなんかあるんですかね。即答でした。はい、ということで。なんかしなきゃいけないね、またね。そうだね。ということで、ゆみちゃんもね、ドッキリ大成功ということで、今回はね、はい、この辺で終わりにしたいと思います。はい。ということで、それでは、バイバーイ。バイバーイ。